この囚人見た目は正直そうだが、実際は29人の命を背負う、正真正銘の悪魔である。ウクライナのこの監獄は、こういう人にとっての悪夢である。この監獄に収監されれば 100% 死ぬまで収監されることが保証される。ここには減刑や仮釈放という言葉はなく、たとえ犯人の素行が非常に良くても、監獄は犯人を24時間監視し、彼らが自殺をして懲罰を逃れることを防止する。もし脱獄したければそれは高望みだ。凶暴な軍犬が彼らに噛みつき、最後は歩けなくなるだけでなく、腕や足を失っても服役し続ける必要があるのだ。ウクライナ第二の都市ハリコフは旧ソ連の工業の中心で、ソ連解体後都市の経済レベルは次第に下降していったが、監獄の管理においては戦闘民族の優れた伝統を受け継いでいる。ウクライナの117の監獄中、ハリコフのコロニー100は最も悪名高く、監獄全体は警戒が厳重で、今まで犯人が脱出に成功したことはない。早朝、全身武装した囚人護送車が5人の新しい収監者を運び込み、50代のアレクサンダーはその中の一人だった。この顔を見ただけで彼が監獄の常連であることがわかる。彼はかつてコロニー63号に収監され、その後またコロニー309に収監された。もしかすると彼は前の2つの刑務所の警備に不満を感じていたのかもしれないが、今や彼はコロニー100にやってきたのである。5人は刑務官の指示に従って1列に並んで立ち、その後彼らの携帯品を検査する。この厳格な制度下では、爪楊枝1本でさえ持ち込むことは不可能である。監獄は2つの部分で構成されており、1つ目に収監されているのは有期懲役囚で、もう1つは無期懲役囚用である。無期懲役囚らの監獄は最も奥に配置され、再び自由の身になるどころか、陽光を感じられることさえ贅沢と言える場所である。翌朝8時、刑務官は監獄を検査するが、ここに収監されているのは全て重罪人である。これらの人の顔を見れば彼らが善人ではないことがわかり、連続殺人犯もいれば連続強姦犯もおり、もし一人の人命を背負うだけの犯人なら、ここを申請する資格すらない。これらの危険人物と接触するのに、監獄では厳格な決まりがある。まず刑務官は銃を携帯できない。なぜなら万が一犯人に奪われたら、大事に至るからだ。次に、刑務官は軽率に牢屋に入ることはできず、背中を向けさせ、手錠をかけて初めて扉を開けられる。目の前のこの囚人は、見た感じ優雅で温和だが、実際彼は監獄の中で最も危険な人である。彼は29名の人命を背負い、老若男女問わず手にかけており、このような大悪党は当然監獄の重点監視対象である。彼は1日24時間この狭い部屋で待つしかなく、外で運動する機会もほとんどない。年中人との交流はなく、親族や友人が来ることもなく、ある意味この心理的な苦痛は人生の自由を失うことよりも恐ろしい。今日は彼の運動日だが、いわゆる運動とは実際この狭い庭に連れてこられて30分滞在させるだけである。庭に他の人はおらず、屋根は有刺鉄線で隔離されているが、このような条件でも、すでに監獄が彼に与えた最大の恩師である。このように抑圧された環境下で普通の人は一日滞在するのも耐えられないだろうが、彼は数十年受け入れる必要があり、重要なのは死にたくても死ねないことで、これが犯罪の代価である。特筆すべきは安全管理方面で、監獄には他に非常に狡猾なやり方がある。彼らは同じ牢屋の犯人にお互いを監視させ、その中の一人が罪を犯せば、他の囚人仲間は同じ懲罰を受けるのだ。このような決まりの中、基本和を乱す者はおらず、そうしないと日々を耐え忍べない。また、監獄の警察犬チームも功績が大きい。一度囚人の脱走を見つけると、警察犬は飛びかかって噛みつき離さない。もしこれらの措置でも囚人が恐れないなら、監獄には最後の切り札の金庫室がある。この中は暗くて湿気があり、ほぼ何もなく、ベッドはただの鉄板である。狼のように残忍な囚人も3日滞在すれば、出てくる頃にはおとなしい子羊である。服役中、監獄は彼らを快適にはさせず、犯人らは監獄の鉄工所での仕事を用意される。それは彼らに懲罰を受けさせ、また監獄に少しでも貢献させるためである。毎日8時間労働、週5日労働で、仕事がきついだけでなく、収入もかわいそうなほど低いが、このような明らかに抑圧的な労働機会は、囚人たちが夢にまで願うことでもある。結局仕事を得た人は、少なくともまだ高い壁の外の空を見て嘆くことができるのである。